皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。1日5分の練習で相対音感を劇的に良くする練習方法という動画へようこそおいでまし、まあそのタイトルの通り、この動画の中で僕がその皆様に練習方法を、お伝えさせていただきますので、その練習を皆様が毎日5分ずつ、練習をすると。で、時間があればね、もう10分、20分、30分と、たくさんやっていただければって感じなんですけれども、まあそんな感じの、内容の動画です。そして一緒にこのね、音感を向上させていこうじゃねえか、うわーって感じの、そういう動画なんですけれども、とりあえずもう早速ね、その方法をね、バシッと、お伝えします。で、その話をした後に、そもそもその音感って何やねんと、なんかその絶対音感とか相対音感とかあるんですけども、音感ってそもそも何やねんっていう話と、あとその正解をする、なんだろうな、その身につける上でのそのコツというか、ポイントというか、そんな話をさせていただこうかなと思います。もう平たく言うと、これ、iPhone、iPad、Android 端末を用意していただいて、この音当てっていう無料のアプリをダウンロードしてください。これを使って練習をしていきます。本当もそれだけ。立ち上げるとこんな感じで、楽しげな音が流れるんですけれども、この中で単音とか2音連続とかあるんですが、皆さんにやっていただきたいのは、これ、一番この左下にあるこの練習っていうモード。この練習っていうモード、選択すると何が起こるのかと言いますと、今音鳴ったじゃないですか。もう一回。この音が鳴って、その音は何なのかなーっていう風な感じで考えて、この正解をしていくっていうのは、そんな感じの、モードです。こんな感じで。ドレミファソラシドっていうのが並んでるんで、今聞いた音が何の音かなって考えて、ペッと押していくと。で、間違えるともちろん、ベベって言われるんで、ベベって言われるんで。で、今、この聞いた音、に対して、なんかちょっと低いですよね。今、本当は、なんだけど、間違えたのは、だからもうちょっと上かな、ということで、ファの音をやってみると、正解。まあこんな感じで、ひたすらこの繰り返していくっていうような感じです。他にもその単音モードとかあるんですけども、皆さんにやっていただきたいのはこの練習モード。本当はそういう、こういう練習をするときって、その鍵盤があってさ、そのね、これにこう触りながら、なんかこう練習していくのは本当はいいんですけれども、まあこの鍵盤を用意するのも結構かったるいし、こんな場がでかいの置くところもないし、そもそもその鍵盤そんな弾けないしっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですが、これのいいところは、楽器弾けなくても、大丈夫。なおかつ、どこにいてもできる。もう電車の中とか通学とかもすごいね、通勤中とか、もうその隙間時間でできるっていうのがもう超素晴らしい。で、この、ひたすらこの繰り返して、最初は全然わかんないんだけれども、これを繰り返すと、マジでね、すげえ効果あると思いますよ。マジで。なんかこんな話を聞くと、おい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 、お前そんな、音当てってお前そんなゲームというかお前そのアプリ使うだけかよみたいな感じで、がっかりした方も、肩透かしをね、食らった方もいらっしゃるかもしれないですけども、マジちょっとこうね、1日5分をね、ちょっと1ヶ月続けてみてください。マジで変わってくるから。その今、音聞いたじゃないですか。で、音を聞いて、なんかこう、まあ、僕はそのね、そこそこもう、備わってるんで、こうバシバシ正解していきますけども、ちょっと待って、どういうことだよってなった方もいらっしゃるかと思います。で、この今、ちょっと僕がこれやってる姿を見て、どういうことだよってびっくりする人ほど、伸びしろがめちゃくちゃでかいから、もう1日5分、もう最初はすっげえわかんないし、なんだこれってなるかもわかんないんだけども、一回コツをつかんだ時はね、この伸びしろがね、ズバーンってめちゃめちゃ飛躍的に音感が伸びると思います。本当もなんかちょっとバカにせず、本当にもう、こんなんだよって思ったりするかもしれないですけども、騙されたと思って、無料だし、騙されたと思って、ぜひ、チャレンジをしてみていただければ幸いでございます。1日5分でもいいです。で、その、単音っていうモードとかもあって、そっちだとその10問正解するタイムを競うみたいな感じのモードになるんですけれども、10問出てくるんですよ、10問。こんな感じで。これ、ヘイつって。ヘイつって。ヘイ、間違えた。ヘイ。ヘイ。ヘイつって。ほい。ほい。ほいほい。まあ、こんな感じで。で、その10問正解するのに、今5秒でしたよ、みたいな感じであるんですけども。こんなモードもあるんですが、このモードよりも練習モードの方がおすすめです。なんでかっていうと、その、大事なのはそのスピードじゃなくて精度なんですよ。なんで、その、間違えてもいいんですけども、音を聞いて分かんなかったらすげえ考えてほしいんです。適当に当てずっぽに、ブブブブブブブピモンとかじゃなくて、聞いたらね、めちゃめちゃ考えてほしいんです。この音なんだろうなぁ。なんだろうなぁ。ちょっともう一回聞いてみようかな。てーん。なんだろうな、これ。てーんでしょ？てーんでしょ？てーんでしょ？なんだろうな、わかんねえなぁ。これかなぁ。てーん、ブブーってな感じで。そのね、この悩む時間がね、超大事なんですよ。
なんか適当にアップスプーンにバババピポンズってピポンとかじゃなくて、もうすげえ悩んでほしいんです、練習モードで。音を聞いて、これなんやろな、っていう感じで、その正確性、その精度を上げていくことがすごく大事なんで、ぜひ練習モードで、練習をしてみてください。本当にもうとりあえずそれだけ、ちょっといろいろと説明させていただきましょう。そもそもその音感って何よっていう話なんですけれども、音感、ちょっと2つにカテゴライズすると、絶対音感と相対音感という2つの音感があります。で、その絶対音感ってものはテレビとかでさ、よく聞くじゃないですか。なんか殺人事件のドラマとかで、なんかこう、水槽とあのコンセントの音が許せなかったんだ、半音でうんたらかんたらみたいな、なんか古畑的な、なんかそんなのあったりとかするじゃないですか。で、その絶対音感っていうのは、6歳までに教育を受けなければ身につきません。脳、耳、目、まあその体全体がまだその作られてる段階ですよね。作られてる子供の段階の時に、絶対音感が身につくためのメソッドを受けないと身につかない技術なんですよ。なんでもうね、6歳超えてもうね、僕は35なんですけども、35とかになって今から絶対音感でもうほぼ不可能なんです。で、その代わりに身につけられるものが何かと申しますと、相対音感っていうものなんです。相対音感。で、この相対音感っていうのは何なのかっていうと、相対の言葉通り何かと比べた時に判断できるっていう音感なんですよ。絶対音感はもう判断材料がなくても、もうパッと聞いたらこれ、パッと聞いたらこれって感じで言えるっていう、そういう技術なんですけども、相対音感の場合は何かを聞いて、はい、これが基準です。じゃあこの基準がプンとなった後にこの音は何ですかって言った時に、この距離感をつかめるっていうのは、音階なんです。で、今、音当てでやった、この音感はそのCミラスケールと言いますでしょう。この音なんですけれども、この音が、っていうのがもう基本なんです。で、このどの音が基準ですよ。で、そっから、じゃあ、ここからね、音が飛んで、これは何ですかってなると、わかるんです。でも、これがいきなりアテスポーで、この音ですかってなると、わからない。これとか。わかりません。何でしょう。全然わかんないですね。全然わかんないです。何度か全くわかりません。ソシャープでした。でもそうじゃなくて、このドっていう基準があった後にこのってやると、シですとかミですとかファですとか、あったこれで間違ってたら超説得力ないですよね。まあそんな感じのね、能力なわけでございます。この相対音感をこのアプリを使って鍛えていこうっていう、そういう内容なんです。で、その相対音感をそのね、つけていく上で、そのなんかアプリを使って練習していくんですけども、まあパッと聞いて、なるほどねと思ってもなかなかうまくいかないじゃないですか。で、その解決方法といいますか、どんな感じで考えていけばいいかっていうのをちょっとお話しさせていただこうかなと思います。どんな感じで考えていけばいいか、ちょっともう一回練習モードスタートしましょう。これがブーンです。ブーンで、この音聞いたらもうね、すごいめちゃめちゃもう感じてほしいんです。歌ってほしいし、ふーんって歌ってほしいし、もうこの音をね、もうすごいもうね、この五臓六腑に染み渡るレベルでですね、感じてほしいんです。で、その感じたものが色とか温度とか人物とか風景とか、もう何でもいいんですけれども、なんかこの音のキャラクターっていうのがあるから、この音のキャラクターをこの感じ取ってほしいんです。まずそれがポイント1、音のキャラクターを感じ取る。うなよなーつって。で、これ答え言うとファなんですけど、ファ僕このファはね、ちょっとこうなんかね、浮いてる気がするんですよ。なんか浮いてる気がします。ポンってフーンって行くと、なんかこの浮いてる感じで、なんかちょっとこれがちょっと浮いてて、こっちに来るとおぉ、なんか着地した感じがしません？あ、なんかなんかこうね、浮いてるというか、ちょっとこうね、もう一歩こっち行きたいっていう感じのね、なんかそういうこの感覚があるんです。こういう感じ、なんかこの言葉でもいいんですけども、僕の感覚でいくとするとこんな感じ。それがその皆さんいろいろそれぞれあると思うんですけども、こういう感覚を身につけていただきたい。これはまあもうちょっと一番わかりやすいところでございます。もう一回いきましょう。これはまあ答え言うとドなんですけれども、このドはですね、なんかそういう安定感というか、そのどっしりした感じがあるんですよ。この音。なんかいろいろとね、バー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 
で終わりましたーって感じはしませんか。この終わりました感、解決感って言い方するんですけども、解決感、この解決感がドの特徴ですと、あ、これは難しいですね。これは難しい。わかりますか、今この音。これもね、あの僕の中でね、もう一歩感があるんです。もう一歩感、もう一歩感、まあ答えはこれなんですけども、なんかこっからって言ったら、なんかすごいゴールって感じしません？ゴールみたいな、踏ん張ってる感じ。みたいな感じの、なんかこう、なんかそういう感じしません？これがもう一歩上に行ったら、なんかこう解決するんだなみたいな感じの、感覚があるんですけども、この中途半端感、こちらをですね、ちょっとぜひ聞き取っていただけると嬉しい。で、Cでした。で、これはまた難しいですね。そうだな、これはですね、何の変哲もない感じ、平和です。この音は平和の音です。ぶつかることもなければ、なんかこう、って中途半端になることもなく、なんかこの音便に、けどその、どほどどっしり感はないみたいな感じの、なんか中途半端な感じ、そうです。こんな感じで、有力のキャラクターを、つけていくわけです。まあその、温度、とか、なんかその色とかっていうイメージが一番強いのかな、そんなの持っていただけると良いかと思います。で、一番良くない典型的な例がこういうやつ、こんな感じ、これがもう一番よろしくない、さっきも言った通り、その音をね、めちゃめちゃ感じ取っていただきたいんです。例えばその、好きな子がさ、そのスープを、味噌汁を作ってくれたとするじゃないですか。味噌汁を作ってくれたとするじゃないですか。で、その味噌汁をこうね、こうずっとこう飲んで、こうね、まあ好きな子だからさ、すごいこうの、ね、作ってくれた味噌汁やから、すごいこの味わいたいじゃないですか。で、その時に、そのね、適当に飲まないと思うんですよ。なんかいろいろペロペロ喋りながらさ、あ、そうでさ、ズズンでさ、あんだらんでさ、ズズンだらんだらでさ、とかってならないと思うんですよ。まあやっぱりそのね、作ってくれたからやっぱすげえ嬉しいなと思ってさ、具材何が入ってるかなとかさ、色どうしてるかなとかって、あ、香りどんな感じかな、味どんな感じかなつって、どんな感じで作ってるのかなとかって、あ、すごいこんな、なんかこんにゃくとかうちの家では言えなかったんだけど、すげえなみたいな感じで、違う文化だな、味噌汁面白いなとかって思ったりするじゃないですか。そんなレベル。もうパッと聞いたら、もうこの音がその好きな子が作ってくれた味噌汁なんじゃねえかレベルで、もうすごいめっちゃ聞くんです。つってで、これかなと思ったら押す。で、この鳴った音と今僕が押した音、ふーんに対して僕の音、これはふーんですよね。で、僕の音はふーんで、ここでもなんか高い気がしません？ふーんって感じで、で、ここでまたそのね、よく考えてほしいんです。ちょっと聞いて、間違いながら元の問題の音に対して僕の音はどっちかなと、高いかな低いかなと。で、高いだったならば、じゃあこの間違えたファの音よりも下にあるはずなんですよ。じゃあちょっと下に行ってみようかなって言って、下に行ってみる。あれ、これ間違えた。あれ、問題の音よりもなんか下に行ってねってなるんですよ。あ、やべ、行き過ぎたっつって。じゃあこっちでもないけどこっちでもない真ん中の音っていうと、じゃあミかなとなると正解なわけでございます。こういう感じでひたすら繰り返して、ください。一つ目 そのポイントとしては、そのイメージをたくさん膨らませるということ。で、二つ目の、コツとしては、音階を作るっていう感じです。この音はちょっと C だから難しいな。ちょっと待って、ちょっと他のこれとか、これレの音なんですけども、ある程度そのね、慣れてくると、ドの感覚はね、結構ね、身につくと思うんですよ。ドが一番簡単だから、ドが一番このどっしりしてて、すごい分かりやすいんで、ドは結構すぐ身につくと思うんです。で、その2つ目の考え方は、そのドに到達する歩数みたいな感じです。ドに到達する歩数、があったら、もう2歩目ですぐドに行けるから、あ、じゃあ逆算するとこれレかなっていう感じで考えていくんです。逆算していく、ドドレミファソーって感じで、そうじゃねえかなと。
ファじゃねえかなと。レミファソララじゃねえかな。こんな感じで考えていくようなやり方です。慣れてくるとね、あ、なるほどねってなるかと思います。ちょっとね、そのラとかシとか上の方になってくるとね、歩数がでかすぎて逆に数えた方がいいんですけど、そのラか、あ、上に行くと、ってなるから逆算するとドシラで、あ、ラじゃねえかなみたいな感じで考えた方がいいんですけれども、こんな感じでその問題出された音、ドじゃねえか。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。まあ、最初はやっぱすげえむずいと思うんですよ。けど、慣れてくるとね、本当ね、感覚みたいなのが身についてきて、なんかこれじゃねえかなっていうのがね、見えてくるんで、ぜひそこまでですね、繰り返し練習をしてみていただければ、幸いでございます。何度も言うですけども、1日5分続けてればね、劇的に変わってくると思うので、ちょっくらこの音当てというアプリダウンロードして、ぜひ練習をしてみてくださいませ。それでは、今日はそんな感じでございます。もしよければ、その感想とかは下の方のコメントにバーッと書いていただけますと幸いでございます。そして私、滝沢勝才、TIKAJAWA と、滝ちゃまという名前でツイッターもやっておりますので、もしよければツイッターの方をフォローしていただいて、感想とかも、お寄せいただけますと幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。頑張って相対音感を鍛えてくださいませ。さよなら、バーイ。